どこにする？ジェダイになった経緯を聞いてなかったな。私は幼い時にシーカーに見出されて聖堂で訓練をした。ああ、おお、シーカーか。知っている。あれはすごい連中だ。本当はシーカーが何かなんて知らないんでしょ？さっぱりだ。何か探すのか？そうよ。若いフォース感応者を探す役目を持ったジェダイ。かつては私もシーカーだった。待ってくれよ。つまりそういうことか？カルを見つけたのは私ではないわ。いや、なら俺もシーカーってことだ。ええ、ある意味ね。ああ、シーカーグリーズだ。よし、到着だ。席に着いてくれ。使えるかな？コルドバは使えたわ。あなたならできる。大丈夫よ。なあ、腹空いてないか？スカッツのステーキでも焼こうと思ってる。邪魔しちゃったかな？いいえ、船長。ここまで来られたのはあなたのおかげよ。ああ、まあ俺は。本当だ、グリーズ。まいったな。ああ、うまくホロなんとかが見つかるといいな。ホロクロンだ。本当に探すのがいいことなの？どういう意味？リストの子供たちをジェダイにするために故郷から連れ出したら、その子たちも追われるんじゃ。どちらにしろ帝国には渡せない。帝国を倒す助けになるはず。おっと、予定変更。到着する。あ、グリーズ。なんだ。私はレアでお願い。ああ、分かった。俺に任せておけ。感じないぞ。
シア、コルドバとの思い出はあるか。オロチェスの勝負ね。コルドバはいつも研究に夢中で、私の訓練は実習に近かったけど、オロチェスにはいつも付き合ったのよ。勝てたの？勝ったり負けたりね。戦法はお互いに全く違ってたわ。勝っているとばかり思ってたら逆転されたり。なんだか学び合っていたみたいだ。ある意味でそうだった。気分はどうだ？何か変な感じが。おかしな話かもしれないが、アストリウムかも。宝物庫に近づくほど。気をつけろよ、まだ本当かわからん。よし、行くぞ。調べよう。ここに我々の文明の記録を残しておきたい。我々は優れた知恵と技術を持ちながら滅びに直面した。教えによって目が曇り、調和の道を外れ、我々は次第に慢心し、腐敗していった。強く秩序を求めるのだ。我々は没落していったのだ。私は残った者たちを大いなる道へと導く。その先に平穏を見出せることが期待している。フォースの道を教えるんだ。マスターケスティ、まずは肉体を鍛える。フォースで何なの？全員集まれ。マスターケスティス、僕らは帝国に見つかるかな。助けて、マスターケスティス。突入する。
だいるはずだ。やった、もう逃げられないぞ。逃がさん。すれば若いのだけは殺さない。それでいい。ひざまずけ。では学んできたようだな。お前の才能は何度も失敗を繰り返し続けるその愚かな諦めの悪さだと思っていたが、ブラッカで俺を逃したのが間違いだ。利用しただけだ。陛下への献上品を手にする機会のためにつまらないパダワン一人を泳がせてみた。俺がホロクロンを諦めると思うか。それはないだろう。戦いには付き合ってやる。だがお前はここで幼いフォース感能者たちの運命を明け渡すことになる。お前の命もな。お前も言ったはずだ、俺は諦めない。この程度で効くものだ。ないで、別れたら危険だわ。ダメ、私は連中を引き離してからまた戻ってくる。子供たちをお願い。トリラフォースと共にあらんこと。マスター、行かないで。トリラねえ、どうなるの。大丈夫よ、大丈夫。
ろう。照準よし。手をやる。早く奴に当てろ。手を後悔させてやる。勝ち目はない。過去を見たんだ。あなたとトリラ、何があったのか。俺が間違ってた。俺は身勝手で愚かだった。どれだけのことか分かってなかった。ホロクロン奪われた。場所は分からない。トリラがああなってしまったのは私の責任よ。そしてこれから彼女がすることは全て私の過ち。俺たちの過ちは過ぎたことだ。そして責任を果たすには次に何をするかが大切なんだ。あなたに教えられた。そうね。彼女の行き先は分かる。要塞がある。ジェダイの墓場、尋問官たちの本拠地、拷問が行われてる。私はそこから逃げた。戻るとは思わなかったけど。今度は一人じゃない。友人が一緒だ。いいえ、ジェダイが一緒にいる。膝をついて。評議会に与えられた権利とフォースの意志にのっとり、カルケスティス。立て、ジェダイの騎士。あなたは負けない。あなたもだ。あなたはよくやっているわ、カル。なんとかなったな。ちょっと危なかったが。なあ、トドラを覚えているか。あったわね。ジェダイが潜伏してるという話があって、それを確かめに。ああそう、確かめに行った。帝国の支配下の聖剣にだ。あの時は連中のお尋ね者じゃなかった。
楽に行けるものかと。ところが帝国軍が5万といた。そこら中に大型砲やらウォーカーやら。ウォーカーの生産基地だなんて知りもしなかった。記録にすらない場所。それで基地の上に乗りつけたら、連中はすぐに撃ち落とすと騒いだ。それであんたがとっさに言ったんだ。知らなかったもので、センサーが故障して副操縦士も具合が。よし、到着だ。席に着いてくれ。まずいな。いつものやり方じゃ連中の守りは突破できない。手を貸せるわ。何かあるの？儀式よ。この船を隠せる。多分儀式か。現実が得意なはずだ。おい、またまた、ちょっと待ってくれ。儀式には何かいるのか？供物がいるわ。腕を一本もらえるかしら。なんだって？今のは冗談よ。先に行ってるわ。マザー、私に力を。シスター、マザー、私に力を。よく分からんが聞いてるみたいだ。うまくいきそうか。金をかけたっていい。行くぞ相棒。中に入ったら、私は防衛施設を。マンティスが回収に来られるようセンサーを潰すわ。あなたはホロクロンを。別れていくのか。闇が呼んでるの。多くの子供たちの運命がかかっている。中で何があっても、何を見ても、私には構わないで。使命を果たして。岩尾さんに着くぞ。行くわよ。怯えてるぞ。前に出ろ。聞こえる？
ああ、ちゃんと聞こえてる。ホロクロンの場所が分かったわ。今から位置を送る。届いた。これから行く。行くぞ。ロックされたドアがあるぞ。敵の位置を確認。帝国は尋問官を生み出していた。スピアを拷問してトリラをダークサイドに落とした。ジョー、ビディ、必ずミスをする。ヤツを捕らえられない。スピア、ここは一掃したが道を封鎖された。どうしたらいい？カル、制御室を見つけて。考えがあるわ。多分ここがそうだ。ここに電気がいる。ここに電気がいる。ここに電気がいる。外縁区画のシールドを停止できたわ。一部を浸水させてから中央部まで泳ぐのよ。
派手な作戦だ。中で会いましょう。幸運を。了解。さあ行こう。あそこはガンダだ。大聖堂の道場みたいだけど違う、汚れてる。こいつは破れそうか。戦え裏切り者。
何かあるのか。こっちに来てくれ。発見。敵は追跡中。きっと俺たちの勝ちだ。システム機能停止。俺がやる。お前を倒してやる。命中。早く攻撃しろ。気をつけろ。多分奴は怯えている。撃つな。了解。やったぞ。そいつを倒せ。
ガル、そばまで来たけど強化扉で進めないわ。その近くのコンソールを探して。あった。今のはすごかったが、大丈夫か？心配しないで、使命を果たさないと。でも、ここを破壊するのはいい気分だわ。私たちが囚われていた監獄よ。誰も助けられなくて残念だけれど。戻る羽目になってすまない。そうね。でも他に選択肢はなかったわ。わかるよ。最高。ええ、これを終わらせましょう。トリラの気配は？いいえ。まだよ。ホロクロンは尋問の間に保管されているわ。この要塞の中で最も安全よ。ホロクロンへの道を開いているわ。ホロクロンに向かって私は増援を引き離してからできるだけ早く合流する。急げ相棒。ターボリフトだ。脱出に使えるかも。あともう少し。ナビリー、いてくれてありがとう。今まで見たことがない。帝国にしても珍しいぐらいだ。なあ、BD、ここを通らなきゃならない。手際がいいな。あんたの過去は知っている。どんな苦しみがあったかも。まだ戻ってくることはできる。戻る？痛みのおかげで私は強くなった。これを取り返しに来たのか。渡すものか。
ここから生きて帰れると思うなよ。動くな。よくも覚悟しておけ。あとは私の役目。終わりよトリラ。我々に終わりなどあるものか。この戦いは終わった。私も知っているのよ。自分を食い尽くそうとしてくる闇から逃れるには供物を捧げるか戦うしかない。とっくに手遅れだシウヤ。いいえそんなことない。私の愚かな選択によってあなたは選択を奪われてしまった。私の責任よトリラ。私が悪いの。本当にごめんなさい。あなたを心から憎んでいたわ。尋問か。敵を取って。カル逃げて。やめろ。降伏した方が身のためだ。早く出るぞ。行くぞ。下がれ。まだ。
けたみたいだ。大丈夫だ。いや、俺がやり遂げる。ガズ、聞こえるか？音がない。無事よ。私にはわかる。クリス、いるか？今上に向かってる。待っててくれ。ホロクロンは手に入れたけど、シアは。早くしろ。ホロクロンを渡せ。お前には渡さない。どうかな。お前に子供たちは渡さないわ。強い憎しみだ。お前ならいい尋問官になっただろう。視野は弱くない。あ、ダメだ。いいぞ、素晴らしい暗黒面だ。視野、お前の内側から感じるぞ。視野、視野、おい、聞いたか。諦めるな。坊主、カル、カル。シア、大丈夫だ。シアは無事だ。お前もな。やったんだ。本当に、本当に。ああ、気をつけろよ。みんなはそこにいる。おい、待てって、落ち着くんだ。ごめん。君が助けてくれたんだな。無事でよかったわ。彼が付きっきりだった。ありがとう。ええ、それで。そうね、船長、これで契約は終わりよ。あなたは仕事を果たしてくれた。ありがとう、グリーズ。ああ、構わなければ、このまま俺も一緒に行こうかと考えてるんだ。どこへでも送ってやれる。それにだ、坊主に慕われてるからな。それはどうするの？使うのよ、ジェダイオーダーの再建に。次の世代のジェダイ、帝国に追われることになる。俺たちと同じように。そのリストの子供たち全員の人生を変えることになるわ。やめておこう。彼らの未来はフォースに委ねるべきだ。
次はどこへ？